なんか1投目から釣りそうな気がする。うん。そんな気しない？見えてるからね。あれ？あ、いる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 。コッパだね、だけど。うん。あ、まあまあのサイズいるわ。あ、いるね。今そうだね、矢引きぐらい、ハリスはね。誘導一応、誘導も今矢引きぐらいあるけど、誘導は多分させないぐらいやね。もうさせないでこうやって引っ張ってる今。多分これでもグッと当たると思うよ。あ、なんかいろいろ見えてんな、これ。三の字も見える。うん、見えるね。来たよ、まちゃん、もうすでに。強い。やばい。椅子積みじゃないの、これ。やばい。椅子積みだな。椅子積みっぽいね。すごいっすね。やばいっすよ、これ。三の字かな。ゆっくりやんないとね、焦ると取れない。針何号ですか？2号。針6号。あ、6。うん。どこにあんの、浮き？潜られたんすか？いやいや、浮いてきてるよ。わあ、まだ突っ込むな、見て。まだ行くよ、こいつ。あ、やばい、抜けた。バレた。道とかザラザラだったよ。ほんと。これ多分コマセ後打ちがいいな。行け、食え。あ、もう思い切りしますか、飯な。コッパした。うら。うん。このなんかコッパの中がいっぱいいるって言ってたんだよね。この長道なのかですね。まあ27、28ぐらい。ああ、ダメだ。ああ、うん、ついに食っちゃったね。念仏だ。うん、なんだこれ、高部だ。やっぱなんか泳いでんな。あっ、取れた。ここで止めないと。止める、ここで。油断しないよ、ここで。あ、根にすれてんな。ちょっと待って、ちょっといい、そっち。はい。あ、食えた。ちょっと待って、ちょっといい。はい。ダメです。全く取れない。針外れだよ、しかも。あ、いいじゃない。ちょっと針が伸びてるんですよ、これ。うん、ほら、若干やっぱ針が伸びてる。うん。
ダメだ、念仏台だ。しかも念仏台がさらにちっちゃくなったようなやつが来ました。よかった、風が止んできて。あ、当たった当たった当たった。おお、ガンガン入ってく、見て。あ、これはいけるか。あれ、何これ。お、まあまあのやつ来たよこれ。お、なんだこれ、誰だ。誰ですかこれ。青物系じゃないのこれ。なんかっぽいね。なんだろう、ちょっと上げてみよう。これどうだ。ああ、サバ、サバだ。でかサバが来た。でかい、そらねえ、本当のサバだよ。どこに買ったのこれ。うお、すっげえ、こいつが回ってんだよ多分。いやいや、多分変なとこかかってんな、これ。来た？サバっぽくない？サバっぽいけど、俺が見た感じこれ。サバっぽいね。お、違うな。お、なんだこれ。イスズミ？メジナだよね。ちょっと待ってね、ワンちゃん。ごめん。あ、イスズミだ。イスズミですか。イスズミだね。イスズミ、夜も来る。でかいのことだなんだこれ。まあまあでかいよ。でかい。すげえすげえ。やった。40センチくらいある。イスズミ。はあ、やっぱりダメだねこれ。ハタンポしか食わないね。行こうかな。いや、いいとこかかってんなこれ。仕掛け投げる前にコマセ打ったらですね、イスズミと一緒にメジナらしき姿も見えてるんで、やってみましょう。うわ、ほら餌が残って帰ってくる。結構なこれは。そんなとこ行くな、そんなとこ行くな。よし、これはいけそう。おお、メジナだ、よかった。まあまあサイズありました。よかったね。よし、メジナでした。うわ、いいな。ええー。久々見たメジナ。そんなもんかな。これどうですか。32。おお、すげえ、抹茶。2.5。まあ32だね。
何っぽい？おなか。どれ？あ、それメジナだよ。お腹だね。お腹だ。うん。ちょっとちっちゃいけどね。ぶり上がるんじゃない？それはぶり上がるよ。そのサイズのお腹がやっぱ結構浮いてんだよね。あーい、あー、イスズミです。ブキョ。イスズミですか？うん。まっちゃんよくイスズミ釣るね。なんすかね。結構やるじゃん。割と狙っても取れない釣れないけどね。こんなに食わないですかね。だけどうーん、もう餌が残ってくる。残ってくるんですよ。だ、多分触ってはいると思いますよ。うん、お、来た。イスズミっぽい？水中機の仕掛けに変えました。誘導一ヒロ取ってて、ハリスが一ヒロ半なので、これで二ヒロ半の棚をしばらく狙ってみます。これでどうなるか。いけるか。もう少し入れ。もっと入れ。いけ。もっといけ。よし。乗りましたね。あ、外れた。うん、うん、あれ水中機使ってんの。もう棚が、まあ、とりあえず深いかな。どっちにしても深いんですか。うん、深い。だ、上の方でもたまに餌は触るけど、本当にガツって食ってくるのはもう棚深いね。触ってるだけでね、あの上に浮いてるやつは2キロ半ぐらいある。今これ何、うん、この上面だけじゃなくて、このその下の本当の潮がどっちに動いてるのか見たくて水中機つけたんだけど、やっぱりちゃんと向こう向いてるから、当たり浮きとあれの角度がちゃんと向こう向いてるでしょ、はい、ほんであれが当たりです。今触ってるんです。あれ触ってるの、あれ入っていくでしょ、ゆっくり、うん、あれが当たり。あそこからもう少し行けば、ああ、大丈夫。よし、やった。うん、来ましたね。テトラに行っちゃう。もううん、ぽいですね。メジナですね。おー、メジナだ。よっしゃ、ありがとうございます。そこスレがかりじゃないよね。スレがかりじゃないよね。しかも2ヒロ半を漂ってる時間も多分長いですよね。食うまでがもう時間かかる。あ、30あるなしぐらいかな。ないかな。あるね。30あるんじゃない。もうちょいでかくあってほしいな、これ。まあ30あるね。30ジャストぐらい。30センチでした。持って帰ろう。だから見えてる魚が当てにならないですよね。全然当てにならない。当たった。よし、いけ。もう少しいけ。いけるでしょ。よし、うん、メジナはメジナですね。
上でたまに見えるメジナの方が断然でかいですね。もう30センチあるなしぐらいですよ、ずっと。まあ30センチぐらい。ああ、もう本当さっきと同じ、測ったように同じです。31センチ。お、来た。あ、来たね。本当ですか。一広ぐらい。ああ。あれさっき今あれ浮きぐれ狙ってたそのままのやつ？しかもちょっとサイズでかいじゃないの、そっちの方が。ねえ。来た。なんだこれ。あ、これ多分椅子積みではないですね。これゆっくり行こう。これゆっくり行かなきゃダメ。怖、強い。何こいつ。やばいっすねこれ。これは。なんだろう。メジナとか、メジナじゃないような気がしますねこれ。結構ぐんぐんいってますね。ああ。どっち寄せるのがいいかな。ああダメだ。ああダメだ。あ、切れた。ダメ、切れた。あれメジナじゃ、浮きごと？いや、浮きいますね。多分椅子積みじゃない時あると思うんですよね。